山口県岩国市。自然豊かなこの土地にあるのが朝日酒造株式会社。ここは世界でも大人気の日本酒獺祭の蔵元。世界の品評会でも高い評価を受ける獺祭。近年では世界中で販売されている。そんな獺祭の品質と生産量を支えているのが アントンパールのアルコライザー酒システム。日本酒製造過程において欠かせないアルコール含有量と日本酒度を瞬時に測定する。従来の方法は、浮標という浮きのようなもので、まず比重を測り、次に、蒸留をします。で、蒸留をした後の、サンプルを回収して、だいたいそれをうまく行えても1本あたり1時間ほどかかるような分析でした。で、うちの場合は生産量がだんだん増えてきたので、それでは追いつかないということになって、何かいい機械はないかと思っていたところ、アントンパールさんの、分析機械を導入させていただいて使わせていただいているっていう状態になります。アルコライザーを導入すると蒸留工程が全くかからないので、1本あたり5分という短時間で、分析できるということがあったので、分析時間が15分の1に短縮されたので、その時間多くの分析ができて、生産量をどんどん増やせていけるという目処がついて、吟醸酒では日本一の生産量になってたい、そういうことになります。1日に250本測っていて、3台で約5時間ぐらいです。あっという間に1本1本が出てくるので助かります。この機械には測定を任せておけれるので、その合間に洗い物をやったりとか、グラフとかに変えたりとか、自分の中でスケジュールが組めるっていうところがすごいいいところかなと思います。アルコライザーがないと美味しい獺祭が作れないと思っているので、非常に、生産現場を支える、一翼を担っていると思っております。